骨粉砕機の横に立つゾンダーコマンド、強制収容所におけるゾンダーコマンドは、第二次世界大戦中に、ナチスドイツが強制収容所内の囚人によって組織した、ローム部隊である。ドイツ語で、ゾンダーコマンドという言葉は、特殊部隊や、特別文献隊、特命隊といった意味で、第二次世界大戦中には、新衛隊及び、国防軍が指揮する。 様々な部隊の名称として使われた。ただし、本校で解説する部隊はそれらの部隊とは全く、性質が異なるため、注意を要する。ドイツダフハウ強制収容所の仮想場で撮影された、ゾンダーコマンド部隊にいた囚人のほとんどは、ユダヤ人で、多くの場合、囚人たちは収容所に連れて来られた時に、ナチスによりその仕事に就くように強制され、死を恐れて、指示に従うことになる。 主な仕事はガス室などで殺されたユダヤ人の死体処理である。彼らはユダヤ人の殺傷には直接関わっておらず、その仕事自体はナチスの人間が行っていた。また、どのような仕事をするのか事前に知らされることはない。悲惨なことに囚人の中には作業中に自分の家族の遺体を見つけ、それを処理しなければいけないという残酷な場面に、 直面するものもあった。自殺をする以外にこの仕事を辞める、または拒否する方法はなかった。収容所の場所にもよるが、ゾンダーコマンドは、ユダヤ人労働者を遠回しに表現する言葉として、使われることもあった。また、補助員ないし、助手と呼ばれることもあった。ポーランドのビルキナウ強制収容所では1943年までに400人もの、ゾンダーコマンドが存在しており、 1944年にハンガリーのユダヤ人が大量に収容されるようになってからはその膨大な数の死体処理のために900人にも上るゾンダーコマンドがいたとされる。ナチスは死体処理を行うことができるゾンダーコマンドの囚人を必要としていたため彼らは他の囚人よりも比較的マシな生活環境にいたとされる。彼らは他の囚人とは異なるバラックに住み ガス室に送られた人たちから没収したタバコや薬、食べ物を手に入れることができた。また、その他の囚人とは異なり、収容所の兵士や監視員から無差別に殺される、心配もなかった。ゾンダーコマンドの囚人たちの命や必要性は、彼らがどれだけ、効率的に、死体処理を行うことができるかによって決められていた。それにより、ゾンダーコマンドの囚人は、他の囚人よりも、 比較的長く生き延びることができたが、戦後まで生き残ることができたものは、あまり多くなかった。ゾンダーコマンドはその仕事内容から、ナチスドイツの大量虐殺を認識しているため、秘密保持者とされており、ガス室に送られるユダヤ人以外の囚人たちからは隔離されていた。また、外部への情報漏えいを防ぐため、ゾンダーコマンドの囚人は、 ほとんどが3ヶ月から長くて1年以内にガス室に送られて殺され新しく連れてこられたユダヤ人が代わりとなっていった。特別な技術があれば他の囚人より長く生き延びることができる可能性もあった。新人ゾンダーコマンドの初仕事は彼らの前にこの仕事を行っていた囚人たちの死体処理である。ゾンダーコマンド結成後、 収容所解放までに14サイクルもの入れ替えがあったとされる。1944年にアウシュビッツ強制収容所でゾンダーコマンドによる反乱があり、仮想場が一部破壊された。エステル・バイツブルム・アラ・ガルトナー、そしてレジーナ・ザ・ファーシュタインなどの女性囚人たちが数ヶ月にわたりアウシュビッツ内の軍事工場から火薬を少しずつ盗み出し、 ビルキナウ収容所の衣類格納庫で働かされていた、ロージャ・ロボタなどのレジスタンスの手に渡った。女性囚人たちは警備の目をかいくぐりながら、少量の火薬を小さな布や紙に包んで体に隠し、それをレジスタンスの手に渡らせた。ロージャ・ロボタは火薬を手にした後、それを仲間のゾンダーコマンドに渡し、彼らはガス室と火葬場を破壊し、暴動を起こすことを加え立てた。 収容所のレジスタンスから1944年の10月7日に自分たちが処刑されることを知らされると、ゾンダーコマンドはナチス親衛隊赤ポをマシンガンやオノ、ナイフで攻撃し、ナチスは怪我人12人、死者3人もの死傷者を出した。数人のゾンダーコマンドは計画通り脱走することにも成功したが、その日のうちに捕らえられた。 反乱で生き残ったゾンダーコマンドのうち200人もの囚人がその高等を打ち抜かれ、殺された。その日に殺されたゾンダーコマンドは451名にも、上る。1943年の8月2日には同じく、ポーランドのトレブリンカ強制収容所で反乱が起こり、100人もの囚人が脱走に成功した。また、1943年10月14日には、 ポーランド東部のソビボル強制収容所でも似たような反乱が起こっている。脱走戦線ソビボーからの脱出はソビボル強制収容所での反乱を舞台にした映画である。ソビボル第3強制収容所のゾンダーコマンドは第1収容所の反乱には参加していなかったが、次の日にナチスにより殺された。トレブリンカ強制収容所とソビボル強制収容所はその後すぐ閉鎖された。 収容所解放までに数千名いたゾンダーコマンドの、うち、生き残った者は20名余りとされる。1、2週間すると、結局慣れてしまった。すべてに慣れた。ムカつくような悪臭にも慣れた。ある瞬間を過ぎると、何も感じなくなった。回転する車輪に組み込まれてしまった。でも、何一つ理解していない。なぜなら、何も考えていないんだから映画。 ありがとうございます。